れそう。あ、ありがとう、こんにちは。よいしょ。ちょっとね、この三脚がね倒れそうで、ちょっと待って、調整が難しい。ここなら大丈夫。こんばんは。富士さん、いいね、ありがとう。おはよう。おはよう。おやじ、ありがとう。あー、ライブいいね。ありがとう、富士。ファーダー、こんばんは。はい。Nice to meet you。こんにちは、みんな。はい。Thank you for the comment。美人なお姉さん、ありがとう、富士。ゆいと、こんばんは。ありがとう。はい。Oh, Chris! Thank you for the share! Thank you for the share! 皆さん、お会いできて嬉しいです。Father, thank you so much! We're happy to meet you too! ゆいと、お疲れ様です。ありがとう！そうです。なんと今日はね、昨日が、GG の公演、そしてショーケースですね。GG の New Next Stage のショーケース。1日目で、今日がなんと2日目でした。はい、見に来てくださった方、本当にありがとうございました。そうです。お、結構ね、 TikTok のライブ配信を見に来てくださった方、そうが、なんと見に来てくださっ見にくださうん見に来てくださってた方がね、ちゃんと昨日と今日とで、会場までね、見に来てくださってて、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。Been long time, I'm not busy. Oh! Yeah! But thank you so much for coming to watch again, and thank you for commenting a lot.It's nice to see you again in a long time. なおさん、こんばんは。お疲れ様です。ありがとう、なおさん。お疲れ様です。あ、ハートちゃん。女の子一人で会いに行っても大丈夫ですかね？もちろん。もちろんよ。もう、女の子来てくれるのめっちゃ嬉しい。そう、めっちゃ嬉しい。もう全然、もう来てください。本当に来てくれるだけでもうすごい、メンバーもう全員嬉しいから、ぜひぜひね、ありがとう。もしね、都合が合いそうな日にちがあれば、もうぜひ見に来てほしい。そうなんですよ。なおさん、ハートミーありがとう。一番地おめでとう。By the way, your English recently was increasing for now. Oh, my English? Hey, badge, omedeto. By the way, your English recently was increasing for now. Oh, my English? 今、岐阜、おー、岐阜にいるの？すごい、なんでなんで？なおさん、宝箱ありがとう。ユタさん、めっちゃかわいい。ありがとうございます。そんなそんな、ありがとうございます。もうね、今日はね、定期公演、ちょうどね、今日16時から公演があったんですけど、その後なので、もうだいぶね、もしかしたら顔が疲れてるかも。親の実家に、あー、なるほどね。実家が岐阜にあるんだ。すごいすごい。岐阜県はね、あんまり行ったことないかも。そう。うん。ありがとう、ブーケー。ブーケーありがとう。そして夢に向かってバラもありがとう。はい、多分 going to going want to wanted と短く言うより少し、あー going。I see I see。あー、夢に向かってGGありがとう。押して10年になりました。うえー、嬉しい、ありがとう。嬉しい嬉しい。え、じゃあもうチーム8、押して10年目だとチーム8、本当に初期の頃から知ってくれてる、もしかして。夢に、あ
かった、ブーケありがとう、さっきのね、ありがとう。岐阜でも神岡という田舎ですよ。どんなところをそう、なかなかね、県外は本当に詳しくなくてですね、ごめんね。そう、ゴロー、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。アメリカなまりは、イギリスなまりよりシンプルで、早かったかもしれません。あ、もしかしてイギリスなまり Are you, do you speak in British English? Maybe? ゆた、そうです。嬉しい、ありがとう。いやもうね、チームエイトからもう10年経ってるなんて、本当に早い。本当に経つのがね、時が経つのが本当に早くて、あっという間ガブガブ、こんにちは、ありがとう、ありがとう、コメントありがとう。アメリカのアクセントはカナダのアクセントに、そうだね。 Yeah, yeah, I, yeah, I think so too. Canadian, Canadian English and American English is very similar, yeah. MJ, evening everybody, こんばんは。 Thank you for coming and thank you for the comment. はや、あ、こんばんは、ありがとう、遊びに来てくれて。あれ、これあれ、リピートにしておかないと。ちょっとリピートに設定して、はい、リピートに。ユイト、動物よく出ます。あ、この前もカブトムシね、たくさんで出てるって言ったよね。リオナはなぜそんなに美人なんですか。そんなことない、ありがとうございます、優しい。ナオミ、はい、 Thank you for the comment. はい、 Thank you. スクショタイム、じゃあ今ちょっとね、疲れた顔してるんですけど髪の毛もね、1時間、まあ、リハとか練習も入れたらもう3時間ぐらい踊ってるんですけど、その後だからちょっとね、だいぶね、髪の毛がとんでもないことになってるんですけど、それでもよかったら、ちょっぴりスクショタイムを、これならちょっとマシかな、こうやって、はい、はい、今のでお願いします。はい、ところで私はまだアメリカのアクセント、簡単な言葉にしていますね。これだと、I understood. You're still American English? I see. But I really like British English. Yeah, like the Harry Potter movies. I sometimes like try to speak in the same accent, but I can do it for a little, but it's hard to like continue to say it in a British accent. 暴力団さん仲良くしようね、ありがとうございます。初めましてかな、初めましてですか、ありがとうございます、ライブ見に来てくれてありがとうございます。なおさん、宝箱ありがとう、 Thank you いつも。そしてアメリカのアクセントは方言地域に分かります、例えばな、あー、そうだね、 Yes, yes, like like Texas, people who live in Texas, they say y'all are right? あ、ゆた、ほっぺたにハート、ほっぺたにハート、ちょっとまた髪の毛直しまして、ほっぺたにハート、こうか、オッケー、
内心本当は私可愛いなって思ってるでしょう。そんなことないよ。もっと可愛くなりたいです。もうもっと可愛くなりたいと思ってます。そりゃ、そう。もっともっと可愛くはなりたいです。本当に。カウボーイのように話される南部なまり、少しずつ学ぶことができます。I only know, I only know like y'all or, what else? What else is there?夢に向かってバラありがとう。明日バーベキュー、おー、美味しそう。夏のバーベキューいいですね。British such as harder to me, but those English is amazing for word. I see. Yes, British is really hard. And I think for like water, I wonder what was it?What's up? It's really hard to pronounce. 暴力団さん、バラありがとう、ありがとうございます。親の実家は薪風呂です。なんかちょっと昔ながらのお風呂って感じかな。これはどういう意味ですか？リオナって海とかプールでバブルリング作ったことある？ないかも。ないかも。どうやって作るの？はよー、しばらく経ちました。ハロー、ニック、Thank you for coming。ピン、oh really? I didn't know that.In Texas, they don't say pen? I didn't know that. No さん、宝箱ありがとう。あれ結構難しいやし作るの。なんかイルカがなんか作るやつかな。お疲れ様です。今日のライブ配信楽しかったです。そうなんですよ。今日ね、16時からの公演の前に実はグループのインスタライブ、そしてあとグループの TikTok のアカウントでライブをしたんですよ。ね、今ここで今私のライブ見に来てくれてる方もなんとね、何人か朝じゃないか、お昼公演前のグループの方でのライブも見に来てくれたよね。ありがとう。見に来てくれた方ありがとう。Water. イエイト、そうです。あれ、ちょっと待って、私は入ったことないかも。なんかそういうのね、毎日ね、昔ながらのお風呂だともしかしたら不便かもしれないけど、なんかね、ちょっと体験はしてみたいよね、そういうの。大阪のひろしだよ、ありがとう。コメント、こんばんは。やり方は、仰向けになって鼻を人差し指と親で、強くつまみ、充電がやばい。今日はちょっと短めにライブ配信しますね。ちょっと充電がね、やばい。口から丸いリング作る遊び、難しそう。その通りにしても難しそう。拳銃なんですか？全然どういう拳銃かわかんないです。ごめん、もう全く詳しくないから、あれ、ごめんなさいね、わかんない。3.3 件いいね、ありがとう。ひろしー、バーチおめでとう。フィンガーハートありがとう。ひろしさんありがとう。変なコメントは言わない。もうどのコメントが変なのかももう分かんなくなる。アメリカではアメリカではガナのような非公式な言葉が多く、ゴインツーの言葉、ただOK. Yeah, I say ガナ a lot also.
Sometimes I say going to, sometimes I say gonna. So I use both. ライブ配信やってくれて、よかった。ありがとう。そういう風に言ってくれて嬉しい、私たちも。そうそう、なかなかね、一人のメンバーが韓国に住んでるから、普段は。でもこうやって今ちょうど日本で定期公演をしてるから、そう、今ちょうどね5人で日本に集まってるから、なんとかね、初めて5人でね、ちゃんと集まって5人で初めての配信だったので、よかったよかった。グループみんな年近いんですか？あー、どうなんだろう。みんな20代？あ、違うね違うんだけど、でもなんかメンバーによって2人20代前半と、あと3人が近いのかな。なんか2人と3人でこの感じで年は近い。そうそうそう。コインありがとうございます。コウトモさん、コメントありがとうございますね。ナオさんも宝箱ありがとう、本当に。ジョンノビーさん、ライブ2日目お疲れ様でした。ありがとうございます。ジョンノビーさんもね、見に来てくれたよね、ありがとうございます。お、ちょっとしたハプニング、充電なら仕方ない。そうなんですよ。そう、さっきちょっとね止まったのよ。充電少ない、ローバッテリーっていうお知らせが来たジョンノビー、待って、ジョンノビーさん、ハートミーありがとう。友達もやってたけど失敗してたから、いや絶対難しいと思う。なおさん、宝箱ありがとう、本当に。英語の表情発音 and that that だいぶ、oh, that would be really in order to pronounce like that you would have to be like really fast in talking なおさん、にかがるずグループ GG 8月1日ドラマをリリース。8月10日から31日、新大久保 K ステージ O でショーケースを開催します。はい、もうね昨日から早速始まったんですけど、8月31日まで定期公演を開催しております。ヒカル、ただいま、ありがとう、今日見に来てくれてありがとうございます。本当にどうでしたかそう、今日はね新曲も披露して、あとパフォーマンスビデオもなんと初公開、昨日初公開したんですけど、YouTube の方にはまだね載ってないので、会場にお越しくださった方限定でパフォーマンスビデオをお見せしたんですけど、そうそう、どうだった？あとありがとうね、食べっ子動物、あと靴下もね、かわいい靴下も、私お猿さん好きなのよ。そう、モンキーが好きで、実はちっちゃい頃すごいモンキーが好きだったんですよ。だから結構ぬいぐるみとかもモンキーのぬいぐるみとかが多くて、あと皆さんなんかポール・フランクって知ってるかな。ポール・フランクっていうなんかお猿さんがキャラクター、お猿さんがなんかマスコットのブランドなんですけど、もうそれがちっちゃい時すんごい大好きで、あとはキュリアス・ジョージとか結構ねモンキーが好きだったんですよ、実は。だからもうちょうどありがとう、本当に今日見に来てくれて、あとねチェキも一緒に撮ってくれたり、ありがとう。プロフィールのリンクから飛ぶと GG の詳しい情報を見ることができます。ありがとう、いつも定期コメント。なおさんもね今日配信見に来てくれたよね、GG での。イカル、今日楽しかったよ、よかった、楽しく見てくれてて嬉しい。バラありがとう、バラハートミーもありがとう、嬉しい、バッチおめでとう、ヒカル。それよりも rather than ね、あ、rather than かな。
なるほど、 CD とかは発売するんですか？あのね、残念ながらね、 CD としては発売しないんですけど、音楽アプリ、音楽アプリサイトではストリーミングできるようになってるので、ぜひ Spotify、 あとは Apple Music、 あとは YouTube の方でもストリーミングできるので、はい、ぜひぜひお願いします。アプリだとね、ダウンロードもできると思うので、ダウンロードお願いします。はい、もしやるなら水の中で鼻から出る、あ、でバブルリング作れると思う？絶対作れない。まず私お水の中こう入るのが苦手っていうのかな、なんかすぐなんか耳に入るの、水が。そう、なんかあとなんかすぐ鼻の中にも水が入りやすい。だからなんかいつもこうやってしないとお水の中入れないね。ヤナちゃん久しぶりなの。あ、宮崎のおじちゃん久しぶりね。チームエイトの頃から知ってくれてるよね、私のこと。ありがとう、ありがとうございます。コメントありがとう。そしてなおさん、わー、もう本当になおさんいつも宝箱ありがとう。綺麗なリオナさん見れたし、ダンスもかっこよかった。あー、一番嬉しいお言葉ありがとう。そう、やっとね、なかなか日本でねイベントができてなかったから、いつも海外海外でイベントが多かったから、やっと久しぶりにこうやって日本でイベントができて、でちゃんとみんなもね見に来てもらえるようなイベントだったので、本当に本当にありがとう、来てくれて。1年ぶりかなね、1年以上だよねもう本当にありがとう。いや本当に嬉しいです、ありがとう。私たちがミュージックビデオドラマを見るとき、Yes, so it's not out yet. At our performance yesterday and today, we showed it to the people who came to the showcase. So it's still not on YouTube, but if you come to our show, you can watch the performance video of drama. So yeah. たけひでさん、リオナさん、ありがとう、コメント。ちょっとね、今日、充電がね、やばいので、もうそろそろ今日は終わりたいと思います。すいません。ハートミーありがとう。 5% あ、またまた同じこと言ってる20個。あー、もういつもノンさんありがとうございます、本当に。岐阜ストーリーに岐阜載ってるんで、ぜひ見てくださいどうやってストーリーに岐阜載せるの面白い、面白い。そう、どういう風に載せるの。はい、じゃあね、ここでちょっと本当に充電がやばいので、ここで今日のライブは終えたいと思います。あとその前にちょっとお知らせもしたいんですけど、これもねちょっとね、今日私たちメンバーもスタッフさん運営側から聞いた情報なんですけど、なんとなんとその土日の定期公演のチケットを申し込んでくださった方、そうで、メンバーの方からは31日までの公演だったら、どの公演でも2回目見に行くときは1回分無料になるって言ってたんですけど、その土日公演はちょっと2回目無料はちょっと、そう、なんか難しいみたいですなので土日の公演のチケットを申し込んでくださった方は平日に行われる公演なら2回目見に行くときは1回分、はい、入場無料となります。はい、そこだけちょっとね、ちょっと訂正があるんですけど、
すいません、私たちもね今日ちょっとね運営側からお話を聞いてもすぐに今こうやってお知らせをさせていただいています。すいません本当に。あと13日ですね、13日は定期公演とは違って、別のKステージ主催なんですけど、Kステージ主催ではあるんですけど、定期公演ではない、対バンっていうんですか、他のグループの方々、などが、そう、私たち以外にも、他のグループの方々と一緒にライブをします。はい、これはまた私たちがいつもやってる定期公演とはまた違ったイベントなので、ね、もし皆さんもよかったらぜひ見に来てください。8月13日で会場は一緒です。会場 8月13日は同じ K ステージで行います。はい、でこれはね昼の部と、夜の部、1日に1部と2部があるので皆さんよかったら、はい、ぜひ見に来てください。詳しいね情報はK ステージのサイト、インスタのサイトだったり、あとは公式ホームページでも詳細が確認できるのでよろしくお願いします。はい、宮崎のおじいちゃん、8の時から綺麗だったけど一段と綺麗になったね。いやそんなありがとうございます。でもね今日は本当にたくさん踊った後なのでもう髪の毛もねちょっとあれなんですけど、すいません、ありがとう、そうやって言ってくださってありがとう。なおさん了解です、明日も頑張ってください、ありがとう。もう本当になおさんいつもありがとうございますね、いつも定期コメントも書いてくれてありがとう。なおさん10時ナイス、ありがとう。しげさんもナイス、だいぶいいね、ナイスはい、じゃあ今日はねここまでにしたいと思います。そうですね、13日、次ジージーが出るイベントが、定期公演とはまた違う、8月13日に行われるイベントとなってます。詳しい情報はキーステージの公式サイトで確認お願いします。で、ジージーの定期公演は8月16日から再開します。はい、それでは PV はいつ出されますか。そうなんですよ、会場、私たちの定期公演を、見に来てくださった方は、パフォーマンスビデオもすでにね公開してるんですけど、ちょっとねまだね YouTube の方ではちょっとまだなのでしばらくお待ちください。そうなんですよ、会場にお越しくださった方は今一応ね毎回披露してるんですけどそうなんですよ、10日って聞いてたのですが、そうなんですよ、私たちもねそういう風に聞いてたんですよ実はなんですけど、そう YouTube ではなく今はねショーケースに来てくださった方限定で今は披露させていただいてます。はい、じゃあ今日はね本当にありがとうございました。8月10日そして11日、本当に見に来てくださった方ありがとうございます。次の定期公演は8月16日です。そして定期公演とはまた違うんですけど、同じKステージを主催のイベントが、8月13日にあり、 GG もスペシャルゲストとして出演します。はい、あ、宮崎のおじいちゃん、またコロナが流行ってきたから、体には気をつけてね。ありがとう。皆さんもね、本当に気をつけてください。はい。なおさん、お疲れ様でした。ありがとう、いつもなおさん。ありがとう。しんべえさん、お、しんべえ、頑張ってください。ありがとう。夢に向かって、おやすみ。はい、おやすみ。ありがとう。しげさん、お疲れ様でした。明日も頑張ってください。ありがとう。皆さんもね、明日、一緒に頑張りましょう。またね、月曜日、始まるんで。頑張ろうみんな、ガブガブ、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。では皆さんありがとうございました。バイ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 。